フィギュアスケート女子の吉田ひな、19イコール木下アカデミーが23日、ネーベルホルンハイを終えて大阪、関西空港に帰国し、本格化するシーズンへショートとフリーを揃えるのが目標、と意気込んだ。ショートプログラム、SP、7位から大逆転で3位となり、メダルを獲得。フリーでは、GOE、出来栄え点、2、24点が付くトリプルアクセル、 三回転半、大きめ、波があって苦労する日もあったんですけど、いいジャンプも飛べていて、そのイメージで思い切っていった。そのイメージをこれからも大事にしていきたいと手応えをつかんだ。吉田は、昨季のグランプリ、GP、シリーズ第4戦中国大会で SP3 位からの逆転優勝を果たすなど、数々の逆転劇を演じてきた。絶対フリーは大丈夫、という自信があるからこそ、 今季は SP とフリーの両方を揃えることを課題に据えている。パーソナルベストの更新が一つの目標。そのためにはショートとフリーをしっかり揃えないといけないので、安定して揃えたい。次戦は26日に開幕する近畿選手権、大阪、府立臨海スポーツセンターを予定している。試合間隔が短くタフな日程となるがその時にできることを出し切ることと、 スピンやステップは今回取りこぼした部分を修正できるように、この数日間毎日を大切にしていきたいと話した。